これやってみよう。誰か他のなんか日本人の日本勢の実況者いるんですか、はいはい、いらっしゃいますか。誰か呼ぼうか。鳥駒呼び直し。鳥駒とか、はい、とりあえず鳥駒。スパイさんとかもう大丈夫そう。スパイは知識ないからダメですね僕も大概ないけど、まあいないなら俺もってことなんか日本語で実況する始めようかな。さあ次は殿様対殿様というのは対シルオミュウツ。そうシルオ vs 殿様。さあ日本の、まあ、トップを走ってきた二人の試合がここで始まります。 We'll see。 そうですね、稼働初期からこの二人はねもう常にトップにいましたからね。ゴルフスイング。サイドシュート、お互いサイドシュート巻き合うが。And yeah, catching the side サイドシュートしてしまうと、何か溜まってると必ず溜まってしまう。さあ足が細くなり、釣りで逃げられないか。釣りはまあテールな幸いあんまりないキャラなので、それが好きですか。おっと。さあ一確認ができなかったが。さあ。痛い。俺は痛い。おっとジャストニューコミスしてしまったけどあんまり関係ない。And I think that that's a bit costly. But doesn't matter actually. あそこまで行っちゃうと。He gets it. でワンパンケアだったのでコミカカを取ってそのまま白水が。My voice is dead, guys. Sorry. So I'm gonna let Mizu solo commentate this. さあ、I'll be back. サイドシュートに絶対エモンが刺さる。I'll be back when I'm ready for more ass. So if you guys enjoy that ass. さあ、最高戦で玉強で勝っていく。call me back later on。 結構高いんですね最高戦の方は。さあおっとミートチャーを放してしまって当たってくれる読みだったのかな。強化だったっけ。今ちょっとまだそこまで見てないかったですが。さあシュートエモンガ映像変えないスタイルかな。おっとネンニキバリアネンニキが何やら漏れてましたが特に音が見えないあの距離ではなく。さあおっとイーブイのフレーム勝利でホーミー格闘が非常に痛い。さあ、ここでたまらず共鳴を吐く。おお全然置いていた。これは倒しきった。白ミュウツーがまず1本。さあ、あちょっと誰か鳥駒あたりを呼んできて。モーちゃんが暇ならモーちゃんがいろいろ知ってると思うからそっちの方がいいかもしれないけど、暇そうなら、違う、暇そうなら彼へ一番いい。はい、じゃあ2ラウンド目、2戦目始まってた。さあ、弾の打ち合いで、おここで結構、Guys, Momo will be on the commentary as well。お何それ。So, No, he's gonna, he was scared for a moment. He's like, am I going to be commentating in English? But no, he's gonna be commentating in Japanese. So yeah, yeah. おっと、ブーメランが届いてしまった。さあ、シュート巻いて、炎の腕で治療をしておいて。はいはいはい。では、ももちゃんが、実況に加わります。さあ、次は。はい。皆さん、こんにちは。おっと。これは繋がない。フリーフレーだけどファジーっていうかなんかシュートかなんかで暴れたの。そう。多分シュートをエモンガでごまかそうと思ったところだ。うん。一応今シルオさんとの一本取ってる。でシルオさんが一本取ってる。一本取って2ラウンド目。うんうんうん。さあ、ちょっと玉強で戦いが 2X で対応してる。さあ、ジャンは当たっている。いるな。おっと。ブロスで動いてた。非常にうまいセットプレイ。さあ残り7秒なので白を水的にはラウンド捉えるべき。そうですねかな。うん、それで破壊光線みたいな適当にパナして当たってくれましたね。殿の応援見ました今。お、なんだなんだこれは。気まぐれ型だった。ちょっとなんか会場に音が入ってるの。音が入ってる。あ、これ今もう大丈夫か。さあ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 、リトーガニトちゃん、これガンクラッチ高いんだよ。さあ、渦が置いてあったので、最高カッターは冷えてしまう。渦を先にして 2X を離していく。そう。寄るのが辛いが、ここはバリア、続き発生。クルコンかな。おっと、ミスってしまう。X は横に。ごまかしが効かなかった。エモンが。さあ、
おっと、8Y、まあ、5X3Y、火炎放射。これ結構いいですね。これいいコンボですね。 5X が、5X 初段がフェイス値も補正もゼロなんで、もうそのまま 20% 伸びるって感じですね。火炎放射がボコーンってめっちゃ減るやつですね。最後が当たって、最後の削り、これで行ってしまった。今のエモンガがカスあたりだったから補正がほとんどなくて削り切れたっていう形ですかね。普段なら残ってもおかしくない体力だったんだけど、う、ね、うん、これで 1-1 フルヒットあったらエモンガ多分残ってましたね、今最後。そうだね、おそらく、うん、フルヒットであの残りの46ぐらいだったかな。そうですね、うん、おそらくは残っていく。けどまあまあ、こう襲うし、カスあたりはこう襲うした形。ああ、ミュウツーはそうですね、共鳴をしてこないっていうのがあったから、やっぱイベルタレを使わないでエモンガがボンボン回せるっていう、この火力を取るよりも、そうですね、サイドシュートを打った瞬間にサイドシュートを打った、サイドシュートバリアとかも必ずエモンガが出てくるんで、そうですね、結構フェイズ継続も目立って、フェイズ継続狙いも結構目立ってたんですけど、今回やっぱり普通に投げていきましたけど、まずは共鳴加減されておこうと。さあ、5分の状況から 8X どうしていくが、使ったの見て投げていったんですね。さすがにガードを固まってしまうので、まあ、暴れづらいですね。そうです。さあ、ここのエモンガ、これは有利フレがあるので、さあ、もうガードが赤い、6枚がちらつくが、さあ、気合玉、おっと、なんとかなんとか音止めなく、ここは投げられて、投げならまだ良かった。これガード耐久値は回復して、イーブ呼んで、さあ、根性イーブ、今かなり減る状態だが、そうですね。さあ、ここは、しっかりガード固めている、ここで共鳴、決めに行く感じですね。ただ、根性イーブ、今のうちにフォローパスが当たれば、あ。あー、なんか、おっと、これはさあ、足りるのか、ないでしょうか。カメラメージ体力差ですね。このハマフェイズの1本残り、体力1同士だと体力最大値の大きい方が負けてしまう。この技が強い。さあ、フロントシュート、バックステップで対応者かわして、おっと、これはでかい、いいバックステップです。かすかし合ってるっていう形ですね。壁ダメも入って、さあ、もみがく、4X、 そうですね、意外とサポートが溜まってない状態でリバさん 4X 意外と警戒しづらいんで、そうです、裏を書いてはずでしたね、今の。さあ、この念力は飛んでいるけど、おっと、押せなかったか。さあ、ちょっと5YY 破壊光線っぽかったんだけど、落としてしまって、ユリフレームから投げ、俺は暴れづらい。そうですね、ただ暴れが通ってたらそのまま倒しきれたので、なかなか、お、ドレンパチしっかりブロック取っている。さあ、上がるか、バックスを読んでいる、めちゃくちゃ減る。これはさあ、EV が溜まっているので読んで、さあ、頼みの品の破壊光線を明かされてしまった。さあ、共鳴がないので、これは確定して再起光線つながります。そうですね、フィールドあれでめちゃくちゃ安定して拾えるんで、最後の殺し切りも使いやすかったので、今サイドシュートをもっと我慢するべきだったかなと。まあ、ちょっと ああいう切迫先迫した状態だとなかなか正しい判断はしづらいところがあるんで、ちょっと仕方ないところです。勝ったのは、殿様さんのテルナ。さあ、次の白さんはまだルーザーズ行ってないよね。まだルーザーズのはずなんで、そうですよね、ちょっとどっちのブロックとかその辺うん、分からないんですけど、ちょっと情報